7月10日に行われた林義正官房長官の記者会見で、2023年度の防衛費6兆8219億円のうち、約1300億円が不要となったことを明らかにした。防衛力の抜本的強化ということで確保した予算を使い切れなかったわけです。余ったのは全体の1.9%程度ですが、1300億という数字は、庶民からしたら非常に大きいもの。 この上で増税について口にしたため、大炎上となったのです。一般指揮者。林官房長官は、歳出、歳入、両面から安定的な財源を確保することは重要だ、と、増税の必要性を強調。2025年度は、さらに莫大な防衛費を確保することを明言した。余った要因は、契約額が予算を下回ったこと。 予算上の想定人員数と原因数の差により人権、領食費の不要が発生したなどと説明。歳出予算減額に対する不要の割合が例年に比して高いものではないとも発言した。防衛費が余ったにもかかわらず前年比を言い訳に増税への意欲を語った林官房長官。X では避難合合の事態となった。防衛費増加増税までして、 ありえないでしょ。余った何千億円の税収を防衛費に使うってニュースで言ってましたもんね。涙絶えながら払ってるうちらの税金。国民からではなく、自分の給料を防衛費に当ててください。この千三百億円を子供食堂に回します。と言ったら次の総選挙で自民が勝つだろうな。自公会県政府。もはや税金の使い方もわからん無能集団だよ。 裏金事件への急断も冷めやらぬ中、増税についての言及に多くの国民が声を上げている状況。国民の声に耳を傾け、協調の姿勢を見せてくれる日は来るのだろうか。